どうもおはようございます、たかしです。いろいろ考えたんですけどね、 YouTube トラックで YouTube せえへんって言うたけど、 YouTube やるイコールトラックに乗ってる時が断然乗ってる時間がね長いわけですよ。トラックに乗ってる時間がね断然長いわけですよ。仕事がトラック運転手なんでね、結局じゃなくて、なんでねトラックの動画が大なるね、やっぱり。いろいろ考えたところで、なんでねちょっと申し訳ないですが、まあちょこちょこやります。やっぱりトラックの動画は出しませんって言いました、確かにね。それはもう申し訳ないですが、何も考えずね、もう口走っちゃうところありますんでね、YouTube をやろうと思ったら、やっぱりね、トラック乗ってる時なんですよね、トラック運転手なんでね。で、プライベートの動画とかも、たまに撮るんですけどね。ちょっとご飯食べに。でも今、ね、ちょっとまん延防止なんたらみたいなね、コロナのね、まん延防止とかそういうのもあってね、ちょっとあんまり、よろしくないのかなっていうので、撮ってなかったんですが、それでね、トラック乗りながら、雑談する走行シーンを撮るとかね、そういうことしかできないですよね、やっぱり。今日もね、お仕事頑張ってるわけです。国道43号線、神戸市のね、これは神戸市東灘区三陰ですね、三陰町の三陰なんちゅうとこ。よく知らないんですけど三陰ってあるんですね、神戸東灘区三陰、あの辺り。朝の今日はね、朝の5時に起きましたね。朝の5時に起きて、で西宮でね、もうとっとと下ろしてきまして、朝の7時ぐらいに下ろしてきてね、で今日は加古川から天の当日をやるということで、とりあえず下道で加古川に向かっておるという感じです。阪神高速が上も混んでるということで、下の43ももちろん混むということでね、ぼちぼち行こうかいなという感じです。ここはいいんですよ、結局ね、阪神高速はね、別に上も混んでるしね、時間もあるんでね、今空車状態なんでね、荷物下ろして空車状態なんでね、下道を走りますよ、ほんま。高速がね、高速代をケチりまくっとるからね、ケチりまくっとるんですよね、経費をね。高速、乗らないのはね、経費削減で、いいのかもしれないんですけど、あんまりやりすぎもね、どうなのかなって思いますよ。ここ最近はそう思いますね。何が何でも下道みたいなね。そういうのもね、なんかちゃうなって思ったりもしますけど、ほんまね、こんなとこ下走ってるのがおかしいんやけどね、ほんまは。危ないよ、ほんま。うじゃうじゃよ、ほんま。下走るイコール、やっぱりあれやからね、危険が伴うんでね、下道走るイコール、危険が伴う。
おしゃべりしながら。およそ500メートル先、牧野浜町3丁目、追突事故、はい、多発地点です。はい、追突事故、多発地点ということでね、はい、気をつけるとね、うん、これね、もうあれなんですよね。およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。うじゃうじゃでしょ、うじゃうじゃおるよ、ほんま。うん、それで隙伺ってね、こうやってやっぱり割り込んできますよね。まあもちろん当たり前のごとくね。朝マックしたいけどこんなとこ止められへんやんかね。朝マック、うん、まあね、まあマックはねちょっと止めれるとこがこの先にね、3車線か4車線ぐらいあるね、広いとこでね、まあまあ結局路中なんですけどまあまあ4車線かなあるんで、まあ、そんな邪魔にならんからまあまあまあいいかと、まあまあ、結局それそういうふうなことせんとね、飯も食えんちゅうね、大型、トラック、まあね、トラック運転手の、辛いとこというか、うん、高速乗っとったらね、ちょっとパーキングで飯でも食おうかなってなんねんけどね、なんせ高速乗れないんで、なかなか乗れないんでね、まあまあなかなか乗れないってこともないけど、まあ時間がオーバーしそうなら乗れます。あと、時間に間に合わ、ね、間に合いそうに なかったら乗れます。はい、下道ばっかり走ります。道は詳しいですよ、だから下道ばっかり走るんでね、やっぱり道は詳しくなりますね。うん、まあでもあれですね、高速乗りたいですね、やっぱり乗れるとこはね、ここは乗ろうぜっていうとこね、やっぱありますよね。そこもことごとく下道なんでね、うん、西名阪ってねあるでしょ、西名阪道ね、あれって価値あると思うんですけど、163以上走りますね、163。ここ混むの、生田川のとこ、この生田川、阪神高速、右がね、阪神高速の生田川の出口なんですけどね、でこの左に行くとこがよう混むの、これ、神戸の港島とか行く、ね、方なんやけどね、神戸の、六甲、六甲アイランドじゃなくて、ポートアイランドとかね。ポートアイランドとか港島とか行く方なんですけどね、まあここがまあやようこむ、なんとかせよって思いますよ。ねえ、なんていうんですかね、湾岸線ね、住吉浜で終わらすなよって感じやね。うん、住吉浜であれ終わるでしょ、湾岸線って、住吉浜で終わってまあ、ロックアイランドの方行けるけどね、ポートアイランドの方も行けるようにしろよってね、思いますよね。そしたらこのポートアイランドの渋滞っていうのは、じゃあ神戸線の生田川の渋滞、この辺もだいぶすっきりするんじゃないでしょうかね、うん、まあ、なかなか難しいんでしょうか、私みたいなね素人の考えなんでね、うん、文句だけは一丁前と、言われますが、まあ、いいでしょ別に、 YouTube は言いたいことを言う場なんだからね、文句だけ一丁前、うん、自分に甘く人に厳しくみたいなね、そのスタイルでやってますんで、って言うても最近はね、やっぱり自分を鍛えるみたいなこともね、多少はやっぱりしてますんで、はい、ちょっとずつね、体型も変化してね、やってますんでね。まあね、別にね、あれなんですよ。その先、およそ3キロで、ここ左に行ってもいいわけですよ。ここ左に行ってもね。で別にね、もうそんな、まっすぐ行ってもええんで、まっすぐ行っても行けるんですよ、結局ね。斜め左方向です。でも、
でも左がサクッと開いたんで、もうサクッと行きますけどね、結局あのサーッと行きますけど、これがもしあの車が連なってるとしたら、まっすぐ行ってもいいわけですよ、別に。もうそれはもうそこはもう臨機応変に行こうかなと。何が何でもこっち走ったろかっていう気はないです。ただたまたま空いたんで、うまいこと、まあ予定通りかなって感じです。はい、ねまあ、これでね、またあのアンチが喜ぶと思いますよね。アンチがね、こいつはほんまクズやなってね思われますけどね、まあまあこんなもんでしょう。隠す方が悪い、隠す方がね、せっこいと思うけどね、隠す方が。こんなことしてね、こういうことして動画に出さない方が、せっこいと思うんで、まあ、潔い、なんとでも言いやがれ、バカ野郎みたいな、まあ、そんな感じですよ、なんとでも言えやみたいな。結局何が言いたいかというとね、高速乗りたいぞってことなんですよ、結局。高速乗りたいよと、必要最低限とね、荷物を積んだ時は乗ろうぜみたいな。なんせね、私のとこの会社ね、すごいね、ほんまにと思う、なかなかここまで言うとこも珍しい。最近さらにそれがひどく、まあ前から高速は乗ってなかったんやけどね、ここ最近ひどいですね。ここ最近はほんまひどいよ。こんな乗用車に入り乱れてね、こんな4、3、まあ、2号線になったけどね、2号線のね朝の8時にね爆走してる場合ちゃいますよ、ほんま。前やないんやから、まあそうは言うても下道走る会社もようけあるかな、いまだにね。まあとりあえずね、朝ね、早く降りたんで、下走っていっても9時半ぐらいには着くと思うんですよね。朝マックするから、まあそれも9時40分とかに着くと思うんで、まあ、それから積んで、まあバラですよ、今日もバラです、バラですね、多分バラなんですよ。今日のこの仕事内容がね、LINE で送られてくるんですけど、指示書みたいなのがね、なんか写真で貼ってあってね、260個って書いてるから、バラだと思います。パレットではないと思います。重量3トン900。まあ、4トン車だったら積載オーバーになるみたいでね。で、10トン車の私が呼ばれるということなんですよ、結局ね。3トン900、まあまあ4トン、4トンやね。4トン。朝マックしよう。朝マックします。はい。メガマフィンを買ってきました。
通り越して夏ですね、はい、半袖で暑いですね、もう昼間とかもうすでにね、11時半で17度ってなってますけど、加古川でね積んできまして、で加古川で視聴者さんがねまたねジュースくれた、コーラと水とお茶とありがとうございます。バラで積んどったんですよね、あんま言えないですけど、ものはね、15キロぐらいの箱をね、300個ほど積んできました。腰が痛い、危ない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 、このまだここですか、指示器も出しておらんかったな、プンないでほんま、プリウスですわ、そう俺の方映しとったからね、またプリウスのボール、あ、プンないもん、ぐちゃぐちゃや、関係あれへんもんね、お構いなしやね、当たるか思った、バラで汗かいたんだね、コーラうまいな、いただき物なんで、今ねコーラとかあんま飲まないんですよ、コーラ大好きなんですけど、コーラ大好きなんだけど飲まないようにしてるんですよね、飲むとしたらもうほんまのたまにゼロコーラですね、たまにね、あんま飲まないですけどね、うまいな、朝のマクドの、ね、塩分をねちょうどね流してきたって感じで、やっぱりね汗かいたらねいいっすね、しんどいよ、もちろんしんどいよ、うわぁ第二締め込んどるやん、うわぁ第二締め込んでますね、やっぱり一応年度末ということで車が多いのでしょうか、高速乗りますよ、下で来たけど渋滞しています、汗をかくのはいいことですね、腰だけ気付けたら分かんない、15キロぐらいでねポン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 ってね300個ぐらいやったけどね、腰痛いね、あっファン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 ってねやるもんやから、ね、ゆっくりやりゃいいのにね、なんかリフトマンがねなんか待ってるから寄せなあかんのかなみたいな、寄せなあかんこともないですね、大久保インターの手前でもがっつり止まってもうたな、がっつり止まっちゃった、今日行ったねとこはね、まあ、初めて行ったんですけどね、なんかね最近よくね毎日声かけてもらうんですけど、僕って結構有名人ありがとうございます、ほんまありがとうございますでね、よう声かけられるのよね最近、なんでそんな有名人かな、でかいからね目立つとは思うんですけどね、いやありがたい話ですよ、ジュースとかようもらうよ、ジュースお茶
コーヒー、飲み物代がかからない飲み物代がかからない、ありがたい話ですわ、ほんま、ほんまありがとうございます、まあ、そういうね、ね、まあ、YouTube をやる理由はそういう理由でもないんやけど、まあまあ、ね、もう思うことがあってね、もうストレス発散の意味も込めてちょっとね、ぼやいてみたりするのが結構、まあ、面白いって言ってくれる人もね、まあ、中にはおるってことでね、まああれなんですけども、ねえまあその中やっぱり面白いって思ってる人もおればね、もちろんなんかもう、あんまりよく思わない人とかもね、やっぱりいると思うんですけど、まあ、それもね、それもしょうがないですからね。右側2車線をお進みください。いろんな人がおってね、でもね、もう思ったことをはっきり言うてるだけなんでね、でそれに共感してもらえる人がね、この先左からの合流があります、いてると思うんですよ。確かにね、確かに僕の言うこと間違いないんで乗用車なんかほんまむちゃくちゃやもんね、さっきのプリウスなんかむちゃくちゃよ、ほんま見てないよ、よけお前よけろぐらい、お前ブレーキ不明ぐらいの感じよ、ほんま、あーはーはーみたいな、当たる当たる当たるみたいな、びっくりやわ、ほんまむちゃくちゃやな、誰でも彼でも免許与えたらあかんぞ、ほんまそない思うわ。今のね乗用車ってね、なんかねおもちゃみたいでしょ、なんかすごいなんかね簡単に動くでしょ、プリウスとかおもちゃやもんなあれ。僕もプリウス乗ったことあるけどね、ちょっと乗らしてもらったことあるけど、ほんまおもちゃやね、おもちゃみたいな感じやもんね、簡単や、運転はすごく簡単になった。昔の、まあ、この昔話をねまたしたらあかんのでしょうけど、まあ、ステアリング重いのとかね、トラックでもね、2トン車でもハンドル重かったからね、渋滞しとんで、ほんまくそ、ほんま腹立つ、昼飯食われへんやないかい。いや昼飯は、まあ、食うていいんですけどね、食うていいんだけど、昼飯食うとやっぱ時間厳しなる、自分時間厳しなる、あかんて、あかんて、あかんて、今すぐ積んだ荷物を雨で下ろすんでね、あれですよ、いい運動ですよ、こんな仕事しながらね、ただで筋トレできるって思ったらね、嬉しいな、腰だけ気をつけなあかんな、腰だけ気をつけな、仕事でねこうやって荷物触ってね、筋トレみたいなことしてね、それであれですよ、喜んでもらえるんですよ、最高の仕事じゃないですか、ほんまねえ、まあ、こういう風にプラス思考でね、やりましょう、仕事、大型トラックの仕事、バラは嫌だなって普通思うところを、腰がね、背筋とかがねやっぱりね結構ね使うんですよ、背筋とかもね、でその背筋がね鍛えられるんですよね、腰と脊柱起立筋と脊柱起立筋とね、後背筋とか大円筋とか、何言うとんねんみたいな、およそ3キロ先、ね、バラが多いっす、筋トレですよ、
運動ですよ。ええ運動よ、ほんま。バラは、バラはええ運動。一向に痩せへんけどね。痩せないなぁ。停滞してきてるんですね。停滞してきてますね。これどうしようかなぁ。神戸長田トンネル、マヤ。ええわ、もう。妻の方行くわ。めんどくさいもん。もうええわ、もう。ちょっとぐらい。どっちが早いか知らんけど。まあそんな感じでね、今から下ろしに行ってね、また汗かいて、で、酔い済みして、終わりってことでね、トラックの、トラック動画をこれからもやっていきます。ちょっとずつやっていきます。動画を出すのはもう週末ぐらいだと思います。あんまりね、もう前みたいにポン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 出さないですけど、もう忙しいんでね、忙しいんで筋トレもせたらなかった。筋トレやってまんねん。筋トレが結構ね、いい感じで、うるさいな。13キロも飛んでんの。アホかって感じだな。スマからマヤ渋滞11キロ。よう混むわ、ほんま。お昼でこれやからね、お昼でこれですよ。今度なんか4月から通行止めなるらしいけどね。どうなるんやろね。どうしたらいいんでしょうかね。わかりません。渋滞はまっとったら眠なりますね、ほんま。ちょっとでもぼやいてね、ぼやいて口でも動かしとったらマシなんかなぁ思ってね。これ京橋で降りようか。京橋で降りて、今日の阪神高速の渋滞はえげつないね。えげつないね。降りるわ、もう。京橋で降りて乗り継ぐ。飯食いたいな、でも。飯食うてる場合ちゃうか。今日はもうえげつないね、ほんま。腹立つわ。今日はちょっとえげつないんでね、このハーバーハイウェイ、ハーバーハイウェイ経由、湾岸線乗り継ぎ住吉浜までかわしてハーバーハイウェイで経由して行こうと思います。今日の渋滞はえぐいな。年度末3月25日金曜日、世間は25日で給料日ですよね。ほんで週末の金曜日3月25日でしょ。年度末、で春休み、給料日なんですか。もう渋滞する要素がいっぱいですね、今日は。えげつないな、今日は。動かへんやん。
ね、25日の給料日と、3月25日で春休みと、で25日で給料日と、ね、あの25日で給料日3月25日春休み、あとなんやわからん、頭おかしなっとるね、うん、この渋滞で頭おかしなっとるわ、ほんま、バカ野郎、ほんま、疲れた、昼寝したい、昼寝したい、飯食って寝たい、今日朝5時から起きてね、昨日も遅かったからしんどい、週末金曜日疲れ溜まっとんな、しんどいな、動きやせん、腹減ったな、飯食わなあかんな、腹減ったな、タロちゃんラーメン行こうかな、マヤのタロちゃんラーメン、久しぶりに食いたい、そんな食ってる余裕ないか、でも余裕ぶっこいて、マヤのタロちゃんラーメン食いたいな、もう腹減ったな、京橋ってなんかうまいもんあんのかな、こんなとこ泊まったことないから、ここは夏はええね、ほんま、入りませんわ、飯食わんと、腹減ったな、腹減ったな、くそー腹減った、もう渋滞ハマってめっちゃ腹減ったな、めっちゃハマったな、めっちゃハマった渋滞、腹減った、この状態で荷下ろしはきつい、飯が食いたい、でも湾岸線なんか何もない、いやこれ210円払わな、210円現金なんですよね、ハーバーハイウェイ210円やったっけ、210円、あ
210円です。今どき ETC じゃないという。ETC にせえや、 ETC によ、 ETC に1000回。神戸はよう混むわ。神戸ね、港があるから荷物が集まりまんな。これで景気悪いとは思えんな。景気がいい時代ってどんなんやったんやろね。そういう時代をね、そういう時代に仕事してないから。景気のいい時代は僕子供だったんで知らないですよ。仕事したことがない。景気のいい時代に仕事をしたことない、まあ、どっちか言ったら就職氷河期世代とか言われとった時代の、そっから仕事が始まったんでね、まあ、働けども、我が暮らし良くならずという、なんか働いてもなんか大して稼げないみたいなね、そんな時代やな。そんな時代がかれこれ20年、25年続いておるということでね、全く、いい思いをしたことがないと、ね、仕事をしてそんな仕事をしてこれをたくさんもらったことなんでね、そんなんないですよ。まあ話聞いとったらね、昔はもう50万だ60万だとかね、そんなね、60万だ70万だとかね、まあ、そういう景気のいい話聞いたりすることはあるんですが、40万稼ぐも難しいからね。しんどいな。全然あかんやん。これ見てね、運転手やろうなんていう人います？これが現実ですよ。これがおよそ500メートル先、これが現実。ハザードだけはええみたいなね、えそんなやつばっかりやな。まあ大体ね、大体皆さん並んではるけどね、やっぱりちょこちょこね、乗用車とか、まあ、トラックもいますけどね、パスッと入るよとか、パスッとね、やったもん勝ちみたいな。まあ、こんなことがあるから、まあ、事故とかも結局起こるんでしょうけどね、無理にやってね、まあ、前に入られたらね、発狂するぐらい切れそうになりますけどね、わし並んどんねんみたいなね、わし並んどんねんお前なんやみたいな、後ろ後から来やがってみたいなね、そんなもんですわ、世の中そんなもんですわ、理不尽ですわ、ほんま。カジャン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 やな。やっと来た、住吉浜。やっと来ました、住吉浜。
と来ました住吉浜ということで、住吉浜まで来たということでね、ここからはもう渋滞ないんで、あとはまあ天ヶ崎東海岸、天ヶ崎東海岸というところで降りて、もう降りてすぐなんで、さっき積んだ荷物をね、まだすぐ下ろして、で夜積みかけて、とりあえず家に帰ってゆっくり休もうと、ちょっとやっぱり休もうと、休もう、ストレスをばっかり溜めたらいけない、休もう、仕事はほどほどにせんとね、休もう、有給取ろうかな、有給休暇取ろう、有給を取ってゆっくり休もう。皆さんもね、この動画を見たら、ね、頑張りすぎず、ほどほどに、ね、休みを取ったらいいと思いますよ、ね、私を見ながら休みましょう。仕事ばっかりやることないわ。まだね、この先まだまだ働かなあかんわけでね、こないね気張ってね、まあお金いる人は別やけどね、まあお金いる、まあお金いるけどね、お金いるけど、お金いるけど体も大事ってことでね、まああんまりゆっくりせんとね、ほどほどに、高橋のね、YouTube を見てね、まあ、休憩して、それでいいと思いますよ。何うどんでって思われるかもしれないけど、何うどんでいいでしょう、それでいいでしょう。運転が疲れた。よっしゃ、ビール飲ませていこうか。ね。ということで、動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。下ろしていきます。